はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は北海道コンサドーレ札幌22年大考察ということでやっていこうと思っておりますけどもね、まあ、このチーム改めて見てみるとロマン臭がすごいですね。こう若くて生きのいいなんかピチピチとした、匂いがしてくるぐらい本当素晴らしいこのロマンにあふれるこう J リーグ好きとしてはたまらんチームで、ございます。改めて今年のメンバー見てそう感じましたけどもね、はい。ということで、まあ、このチャンネルはメインチャンネルでございますけども、サブチャンネルの方では今年の移籍の評価の方をしておりますので、よかったら動画概要欄からサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということで、まずこちらですね。目次ですね。目次なんですけどもね。いろいろ書いてますけども、とりあえずなんか見たいとこだけ見てもらって結構です。もう全部見る必要はありません。ここだけちょっと興味あるなっていうとこだけ見てもらったら、全然構いません。それでまあよかったらチャンネル登録とか、高評価とかよろしくお願いいたします。ということで、まずこっちから見ていくと、21年札幌の成績でございます。14勝9分け、15敗、勝ち点51で10位でございましたね。あと少しで1桁、順位に手が届きそうな成績であったんですけども、惜しくも、10位というのが昨シーズンのコンサドーレ札幌の成績でございますが、もうこれは過去の話でございます。さあ、今年の話をやっていきましょうということで、今期のポイントでございますけど、やっぱり四方田コーチの対談の影響ってどうなんだろうというのがあります。もちろん選手でいうと金子選手が残ったりとか菅選手の残留、これは非常に大きいと思うんですけど、割とサッカーってね、サッカーだけじゃないですけども、やっぱりこの監督を支えるコーチ、この役目というのも結構大きいと思うんでね、この選手と監督の橋渡し役じゃないですけどもね、そういうほんと兄貴気質なコーチもいらっしゃるんで、そういう意味では四方田コーチの対談の影響ってどうなんだろう。僕はもうミシャの後は絶対四方田さんが監督やると思っていたんですけども、ここの影響というのが、もしかしたらシーズン中ちょっと出る可能性もなきにしもあらずかなっていうのが一つ、ポイントですね。そして、途中言いましたけれども、やっぱり金子選手と菅選手ね、特に金子選手は移籍のこうヴィッセル神戸とか、ね、浦和レッズが動いているっていう話もあった中で、やっぱり最終節ですかね、サポーターの横断幕メッセージに心打たれて残留決めたっていう話でございますので、これはやっぱりサポーターと選手のこの距離感が非常にいいチームなんだなというのを改めて感じましたけれどもね。そして菅選手もオファーの話が出た翌日とか翌々日にはもう残留しますみたいな話になっていたんで、多分菅選手はもう最初から離れる気はなかったんだろうなってなりますけども、いや本当選手とこれチームサポーターの結束力が非常に強いチームだなというのは改めて感じましたけどもね、はい。そしてサプライズ候補の一つ、間違いなくこれは昨シーズンも僕は言っていたんですけど、間違いなくベスト5に入る力はあると思うんです。もう一桁順位はこれはもうね全然いけると思うんでね、ただミシャの場合はやっぱ波があるというか、ちょっと一旦崩れるとなかなか立て直しに時間がかかるという昔からの癖があるんでね、僕はミシャ本当好きな監督であるんですけども、そこの波をなくすことができれば札幌も全然上に行くポテンシャルだと思うんで、そこは期待したいと思いますけれどもね、はい。そしてポジション別評価ですね、 A から E の5段階って書いてますけど、オール B ですね。これは順位的にも昨年10位なんで、C 評価とかあるかなとか、考えたりとかしていたんですけども、 C と付けれるところなかったですね。ゴールキーパーも B 評価ですね。菅野選手もしくは中野選手がそろそろ出てくるんじゃないか、大型ゴールキーパー中野選手にかかる期待というのもおそらく札幌首脳陣も大きいと思うんでね、ここで世代交代どっかで来ると思いますけど、それが今年なのかどうかっていう話でございますね。あとはディフェンダーですね、札幌の場合は主にセンターバックにはなってきますけれども、やっぱり田中俊太、昨年夏場以降の田中俊太選手のこの活躍っぷりというか成長具合ってすごいものがあったと思っていて、田中俊太もっと評価されていいんじゃないかなと思うぐらいですね。相手がね、味方がボール奪われた瞬間に田中俊太がすぐに寄せて、そこからボール奪ってショートカウンターみたいな、自分で奪ってそこからね、ショートカウンターにつなげることができる、本当展開力もある選手なんで、もともとボランチの選手っていうのもあるんですけど、本当この選手奪ってからの判断も素早いですし、このアグレッシブなプレースタイルにあって高い位置でボール奪うことができるんですよね。こう低い位置でボールをこう、奪ってとかじゃなくて、
て、ほんとショートカウンターパス1本でゴールにつながるような高い位置でボール奪って、そこから一気に展開していく、このうまさ、本当にこれは田中俊太は、僕は、まあ、本当ネクスト遠藤航じゃないですけどもね、僕の中でネクスト遠藤航って田中聡、湘南ベルマーレの田中選手もそうなんですけどもね、この田中聡も田中俊太も僕は将来的にはね、ボランチとして世界に出ていくと思います。まあ、田中聡の場合は本当も夏場っていう可能性もありますけど、田中俊太は僕多分海外に行ったらね、ヨーロッパではボランチやるとは思うんですけども、なんかそういうね、気配が僕はあります。こう遠藤航も浦和レッズ時代はセンターバックやってたんですけども、やっぱりボランチの選手だよねっていうのはみんな思っていて、で実際海外に行ってやっぱボランチで活躍したんでね、まあ、今ではもうデュエルキングとか言われてますからね、まあ、田中俊太選手も同じようなタイプと僕は思うんで、ちょっと期待したいですけどもね。そして中盤ミッドフィルダーのとこウィングバックも込みですけども、ね、まあ、ここも B 評価で、チャナディップ選手の対談もあったんですけども、それでもやっぱね、金子ルーカス、菅選手がいて、この間ガブリエル・シャビエル取ってくるっていうね、びっくりしましたけどもね、チャナディップ資金で、ね、ガブリエル・シャビエルに行ったのか、それとも他にもっと、補強するか分かりませんけども、ここをガブリエル・シャビエル取ってきたというのは、まあ、これは純粋に戦力アップには、ね、成功していると思うんで、これは良い補強したなと思って、まあ、本当この札幌面白い選手多いです。ボランチの狛江がボランチであんだけやれるとはってありますけども、やっぱりあんだけ、ね、ドリブルで仕掛けることができるボランチがいるっていうのは相手からしたら嫌でしょうしね、この札幌の中盤も非常に、ロマンがある。本当ね、札幌もうちょっと上に行けたと思うんですけど、昨年ですね。そしてフォワード B 評価ですね。だから興梠加入がどういう影響を与えるか、まあ本当昨年は悔しい1年間に興梠としてもなったと思うんですけど、まあ、ミシャのもとですね、もう一回こう復活に、ね、かける思いというのもあると思うんで、そこも、ね、期待したいと思います。あと小柏選手をどこで、使うか、まあ、フォワードでいうと長身のトゥティッチ選手、ちょっと言いづらいんですけど、トゥティッチ選手がいるんで、どういう使われ方するか分かりませんけど、まあ、小柏はシャドウもできますし、センターフォワードもできるんで、どっちで使われるか、まあ、いい注目ですね。まあ、小柏こそやっぱり興梠とこう、似てるじゃないですけどもね、小柏選手が興梠から奪えるものとか盗めるものっていうのは相当にあると思うんで、そこもね、興梠選手がよいコーチ役じゃないですけどもね、となって、まあ、この小柏が成長するみたいな物語もあると思うんで、そこはちょっと見てみたいなというのはやりますけどもね、はい。そして予想スタメンですけどもね、まあ、どうしようかな、予想スタメン、札幌はちょっとポリバレント性がある選手がいるんで、相当に、悩みました。まあ、ゴールキーパー、菅野選手が中野選手である、まあ、おそらく菅野選手がまあ行くと思いますけども、そして3バックはまあ福森選手が1番手で、そしてまあ昨年もありましたけどもね、福森選手の控えとかに、まあ、菅選手がここやったりとかするのかなって感じがあります。そしてセンターバックの中央に、まあ、1番手では宮澤選手、もしくは高峰選手も昨年ボランチからね、このセンターバックまで、ね、幅広くやっていたんで、まあ、高峰のセンターバックもなきにしもあらずかなっていうのがあります。あとはまあ田中俊太がここやる可能性もあると思いますけども、まあ、田中俊太は右でしょうねっていうので、まあ、一応組んでありますが、ここは並びは正直、まあ、左はちょっと福森なんでしょうけども、真ん中ボランチはちょっと読めない部分もありますけどもね。そしてボランチ2枚は、僕は個人的にやっぱ高峰選手好きな選手なんで、ね、このプレーメーカー高峰選手もね、プレーメーカーと言いつつもしっかりボール奪うことができる選手なんでね、高峰選手はガンバ大阪戦のね、あのゴラッソスーパーゴール、あれがプロ初ゴールだったらしいんですけどもね、今年はもっと得点力のとこも期待したいですけどもね。そしてウィングバックのとこは左がまあ菅選手、もしくはルーカス・フェルナンデスとか青木選手、まあ、ルーカス・フェルナンデスは右がまあメインかな、どっちなんだろう、そこもちょっと難しいところではありますけど、もしくはまあ金子とか、金子がだからシャドウやるかウィングバックやるかとか、まあ、ここはどういう組み合わせでも非常に面白いと思うんでね、右のウィングバックに金子置いて、左にルーカス・フェルナンデスはちょっと相手からしたら嫌ですけどもね。で、まあ、そこでシャドウをどうするかってなると、まあ、金子がシワが、シャドウの右で、左にまあ小柏もだからここやれるんで、小柏は段崎青木が、まあ、どういう組み合わせなのか分かりませんけども、一応こういう候補でワントップにトゥディッチと、まあ、小柏は興梠っていう風になります。小柏をだからどこでどう使うか、まあ多分固定はそんなにないと思います。まあ例えば、さっきも言いましたけれども、高峰ボランチって書いてますけども、センターバックの可能性もありますし、まあルーカス・フェルナンデスを右に持っていきたいとか左に持っていきたいとか、まあ、それによって前線の並びが変わると思うんで、ここはまあ誰が出てもう同じようなプレーはできると思います。ミシャの求めてるものっていうのは誰が出ても多分体現することができると思うんで、そこの心配はありませんが、しか
かしやっぱりこうやって見てみるとロマンがあるよなって感じがしていて、で あとね、名前がない選手ももちろんいます。まあドーグラス・オリベラ選手とか僕大好きなんで、まあ本当昨年ねドーグラス・オリベラもっと数字伸びたと思うんですけれどもね、まあそういう一部名前は挙げてませんけども、まあそういう名前の上がってない選手の活躍も期待をしたと思いますけどもね。はい、そして次こちら、じゃあトータル評価で言うと B ですね。なんかこうトータル評価とかで見ていくともうちょっとだから C とかになるのかなって自分の中でも思っていたんですけども、まあ、改めてまあ見てみるとっていうのがありますね。だから本当強い、改めて見てみると強い、本当シーズン中にどん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 力をつけていくと思うんで、このチームのね最終形態どうなるか分かりません。なんかこの本当札幌のチーム、このコンサドーレのチームってこのチームのまま本当出入りなくですね、入れ替わりなくなんか5年後とか見てみたいんですけども、やっぱりサッカーってどうしても入れ替わりがね多いスポーツなんで、それは 100% 無理なんですけども、なんかこのチームも監督もコーチも全部選手も変わんないままそのまま5年後が見てみたいっていうのがあるんですけどもね、ちょっとだからもうこのシーズン中の成長に、まあ、めちゃくちゃ僕は期待はしてるんですけどもね。あとはだからミシャ次第っていうのもあると思います。ミシャがどういう風に起用していくか、本当ポテンシャルある選手は多いんで、本当ロマン監督も含めてこのロマン集がするチームなんで、本当1年間こう見ていて面白いというか、本当いい勉強に僕も見ていてなるんで、ね、そういうの好きなチームですけどね。そしてまあやっぱり今のうちに見ておきたい選手がいます。まあ何回も言ってますけど、やっぱり田中俊太とか金子選手とか小柏というのは、まあそうか、小柏選手もオファーあったんだ。小柏選手も今年のオフそういえば言ってなかったですけどね、オファーがあったようなので、まあそういう意味で本当今のうちに見ておきたい若手選手が多いチームなんでね、このチーム本当追いかけるだけでね、てか追いかけるだけというか、本当この札幌のゲーム見るだけでワクワクするというか、そこ見てんのかとか、本当この選手の視線というか、なんて言うんですか、センスのあるプレーが多いんで、僕はね今のうちに見ておきたい選手が多いので、このチーム本当何回も見てますけどもね、シーズン中どういう成長を見せてくるかちゃん注目ですけどもね。はい、そして注目選手ですけどもね、もう何回も名前出ているんで改めて言うこともないかもしれませんけど、やっぱ田中俊太には、期待したいですね。本当今年の札幌の、守備の鍵を握る男であるのは間違いないですね。本当切り替えの速さと展開力、もうこの辺もさっき話してしまったんで、もうね申し訳ない、本当先に話してしまって申し訳ないんですけど、本当カバーリング1対1この全てに強い選手で、ございます。本当自分で奪って自分でこの、ゴールに直結しそうなパスを出したりとか、その自己完結型じゃないですけれども、そういう選手なんで、まあ本当僕は多分次のね、多分森保監督は呼ばないと思います。まあ多分呼ばないと思うんですけど、次の日本代表ですね、ネクスト日本代表じゃないですけども、次のワールドカップ目指す代表メンバーにおそらく入ってくるんじゃないかと、そこは期待してますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルの土の方チャンネル登録します。さら。